皆さん、こんにちは車いじりバカです皆さん車の燃料タンクってどんな風になってるかご覧になったことありますか今回は私のビートの燃料関係の問題を解決しつつ燃料タンクの中を覗いていきたいと思います。題して、燃料タンクの中覗いてみたです。そのまんまやん。 はいビートのタイミングベルトの交換から自分でヘマをやってしまいましてヘッドを下ろさないといけない羽目になりましたその作業は別途進行しておりまして近々動画を上げていこうと思っていますそれで今回は私のビートが抱えている別の問題の対処をしましたのでその映像をお届けしようと思いますまずその問題なんですがこれは前のオーナーさんからの引き継ぎでもあるんですけれども 燃料が残り6リッターぐらいになると左に急カーブを切ったりするとガス欠状態になってエンジンが息継ぎしちゃうという現象があるというものですちなみに前のオーナーさんからの引き継ぎ内容はこんな感じですこれは実際私も体験していまして確かに燃料が残り4分の1ぐらいになるとカーブを曲がりきった後にプスンプスンプスンって感じでエンジンが息継ぎしました でこの問題自体はこまめに燃料さえ入れていれば起きないので事実上大きな問題ではないんですけれどもただ以前にこの現象を動画でお話したところコメント欄でそういった燃料切れのような現象が起きている状態を放置して度々その現象を起こすとエンジンに負担がかかり結局エンジンを痛めてしまうということを視聴者さんから教えていただきましてそっちの方がずっと気になっていたので。 今回ビートのエンジンをせっかくかなりバラしましたので作業しやすい間にやっていこうということで重い腰を上げて対策しました映像の方はガソリンタンクからガソリンを抜いているところですビートのタンク容量はカタログ値だと24リッターですけれども私のビートのタンクにはほぼ満タンのガソリンが入っていましたので今回わざわざガソリンの蛍光タンクを買ってそちらにガソリンを移しています 少し話はそれるんですが私実はもともとこのガソリン1,000円ぐらいで買える安物のポリタンクに移して置いときゃいいやというぐらいに考えておりまして危うくポリタンクを買う手前まで行ったんですが実はガソリンって絶対ポリタンクに入れちゃダメみたいです理由としては大きく2つだそうで一つはポリタンクの材質がガソリンによって侵され変形して亀裂などが生じて漏れ それが引火して火災に発展することがあるということそして2つ目はポリタンク内で静電気が発生し火花から引火して爆発する可能性があるとそんなことのようです本当に知らないって恐ろしいですよね皆さんもどうぞお気を付けくださいはいそんなこんなで狭い我が家にまた大きなガソリンの蛍光タンクが一つ増えてしまいまして家庭内領土戦争がますます激化しております おそらく私これ使い終わったら売りに出すと思いますはい無事に燃料が抜けたのでまずは燃料ポンプを引き出してみました現象から考えて一番怪しいのが燃料ポンプだと思っていましたのでまず燃料ポンプをチェックしてみましたただネットで見たことがある30年もののサビサビの燃料ポンプと違ってこのポンプは見た目はまだ相当綺麗でした ケーブルなんかも機能交換したんじゃないいかと思うぐらい綺麗だったたですただこのポンプを支えている金属のステーの部分はかなり錆というか何かがこびりついているような感じでしたまあしかしながら全体的にはとても綺麗でこれは正直ちょっと拍子抜けしましたそうなると次に怪しいのはタンクそのものですタンク内を覗いてみることにしましたというのも 以前ボディショップ神村さんの整備士さんとイベントで雑談しているときにこんな症状があるとお話したところその整備士さんからこういうコメントをもらっておりました、えー、ブスン,クスン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 ってそうなってそううっでまっすぐ戻ると普通に走るんですよ、えー、自分が歌った、ね、ビートは8年間放ちた状態でポンプのまん走って、はいて 信号とかで減速してどっちかでも曲がった後に加速するとばいと思ってタンクのでたあそうですか。ああそうですか。うわ嫌なこと聞いた。はい、やっぱそうなんです。はいということで次に怪しいタンクを見てみました。よしタンクの中見ていきます そんなひどないやんまあでも錆びてるっちゃ錆びてるか、うん、錆びてるっちゃやっぱ錆びてますねあでも全然そんなひどくないやんいやーもたなタンク買っちゃったよ新しいの あれじゃあなんで6リッター切ると。はい、ということでこの日は2連続の拍子抜けといった感じでポンプも見た目は普通に見えるしタンクは綺麗だしということで問題が迷宮入りしそうな雰囲気が漂ってきました。とはいえすでに私先走って程度の良い中古のタンクと新品のポンプを買ってしまっていたのでそれらはいずれにしを交換しようと思っていましたので作業することにしました。 ただ交換するにしてもなぜガス欠問題が起こるかというのを解明しておかないと気持ち悪いしタンクとポンプも交換してからもし同じ問題が起こると問題の根っこがさっぱりわからないことになるのでタンク内でどういうことが起きているかというのを実際に見てやろうということを思い立ちましたはいその時の映像をこの後お見せするんですがその前に ちょっっと今回分かったビートのの燃料タンクの仕組みをお伝えしていこうと思います。このタンクの底の方にある小さい皿のようなものですがこれがサブタンクと呼ばれるようなものでガソリンの残量が少なくなってきた時にカーブなどで燃料が偏ってポンプが燃料を吸えなくなる現象を抑えるためについているもののようですビートの燃料タンクはこの写真のように ポンプを中心として車両前方に向かって左側が狭く右側が広くなっているので車が左へ曲がった時にこのサブタンクで車両右側へ流れていく燃料を一部受け止めてそれをポンプで吸うという仕組みになっているようです。言い換えますとこのお皿のようなサブタンクがないと燃料が全部右側へ流れていってしまってポンプが燃料を吸えないという状況になるようです。 はいということで映像の方は後日その調査をやった時の様子です調査方法としては私がいつも撮影で使っている GoPro をタンク内に置いた状態でカメラを回しライトもタンク内に仕込み実際にポンプをはめてみてポンプがどのようにタンク内で設置されているかというのを見るというものですまず1回目のトライですちょっとこの時はカメラがちょうどポンプを真ん中に捉えられていなかったんですが こんな位置にポンプと燃料の吸い口にあたるストレーナーと言われる部分がはまっていたということが分かりました。ということで、まず最初に疑っていた燃料を吸うストレーナーの部分が、そもそもこのサブタンクから外れてしまっているんじゃないかという状況はなくて、正常にサブタンクの中にポンプがはまっているようでした。次に2回目のトライです。はい、こちらも得られた結果はほぼ同じです。 この映像だと少しでも燃料がこのサブタンク側に流れてきてさえいれば無事に燃料が吸い出せるように思えます。ということでますます謎が深まるばかりとなってしまいましたそれで謎は深まってしまったんですがガソリンを入れてみて実際にポンプがガソリンを吸うところなんて映像では到底撮れないしさらなる調査はここで一旦諦めて せっかくタンクもポンプもずいぶん前から買ってやったので一旦交換作業に進むことにしましたしかしながらですねこのタンクの交換作業がまあ大変だ大変だとは聞いてたんですがあのちょっと上村さんの発言を聞いてみてくださいそうっすよねそうっすよねいはいこんな感じでして私もご多分に漏れず この燃料タンクを交換するだけで丸一日費やしてしまいましたこのタンクの交換作業なんですが地味で見ていてもしんどくなるだけの映像なんですが簡単にご紹介しようと思いますのでダイジェスト版でご覧くださいえっと、ちょっとマニュアル読んだりしていろいろ調べたですあと YouTube に上げてくれているジムニー SJ と K 君さんが 詳細にタンクを外す動画を上げてくれてたんですごい参考にさせてもらいますっっえっとまず順番としてはこいつを緩めましょうか下からねとあとここのこの下にあるやつが見えてないやつも緩めましょうまずよいしょ

見ろあこの方簡単売れたよ大体掃除しましたあ綺麗になったはい多分あのタンクが2003年なんで約20年前に交換されているということが分かったので まあその時に掃除したんでしょうねだから20年ぶりの掃除をやりましたよいしょよしこれさっきからずっとずっと12で回してたよそら回らんわな、ね、そらいた12のボルト12のソケットで回して何も回してもそれは回らんわ よし、ついにできました、はあ、結局1日かかっちゃいましたピカピカのタンクがついて嬉しいタンク交換ですけどここのボルトこのボルト外すのめっちゃ大変ここのステーのボルトも3本裏にあるんですけどその3本もめっちゃ大変でした戻す時はここにボルトが1個あるんですけどこのボルトが下からなんで 先にこいつを仮止めしてそれからここを仮止めしてでステイをはめるでステイを固定してしまってから本締めするこれとこれを本締めするっていうのがいいと思います順番としては私は先にこれを本締めしちゃったんでこっちの穴が合わずですね下から押してもネジ穴が合わなくて結局全部緩めてやり直しました21年式3年落ちのタンクです嬉しいここ締めて終わりにします 疲れたはいということでタンクは丸1日かけて交換できましたこの日も無理せず外すだけにしときゃいいのに午後からネジを巻いて新しいタンクもつけちゃうことにしたので後半は頭がさっぱり回っておらず 10mm のボルトを必死で 12mm のソケットで回しては「しまらんしまらん」と30分ぐらい悩んだりということもやりました。やっぱり作業は無理せず ほどほどのところで止めるのが良いようですそして後日ポンプの方の交換もやりましたガソリン臭いので家の中では袋に詰められておりましたこれがポンプですこれが新しく買った燃料ポンプですビート専用のやつはすごい高いんで皆さんこれを使われているようでした ちょっと燃料ポンプの新旧比較をやってみました。で今、こういうふうに私が持っている、この向きですね。この向きで、同じ向きですね。で、こうすると、旧の方が、これ、ビートの純正ポンプなんかな、ちょっとわかんないんですけど、このストレーナーがですね、ちょっとこう、斜めについてるんですよね。で、なんで斜めになるかというと、 このストレーナーそのものが、これがこの実際燃料するところの口だと思うんですけど、これが止め金ですね。ここの口とこの穴が、ちょっとこう斜めについてるんですよね、元も々ともと。だから、普通につけると、このコネクターに対してちょっと斜めにこうつくんですよね、ストレーナーが。で、対して、今回買った汎用品というか、まあ、ホンダの純正なんですけど、対策品と言われるやつは、この場所、コネクターをここにして、 こうすると、まあ、正面向くんですよね、これが。なぜかというと、ストレーナーに対してこの取り付け穴がまっすぐついてると。いうことで、こういう風につきます。で、奥までこう差し込むと、両方とも奥まで差し込むと、このポンプの一番下の面からストレーナーが燃料吸い込む口までの高さはあんまり変わんない。てか、ほぼ同じですね。こういう感じです。で、このポンプが、 なぜか燃料が少なくなってくるとちゃんと吸わなかったという現象が起きてるんですけど、ちょっと理由がわかんないんですけど、このポンプがタンクの中でどうついてたかというのをですね、実は動画に撮っていまして、こちらですね、こういう風に取れてたです。で、これ見ると、これが燃料タンクで、これがあのサブタンク。この部分の燃料をうまく吸えればいいんですけど、なんか私のビートはこれがうまくできてなかった。 でもしこの部分が悪いとすると今こういうふうに付いてますよねで今回ポンプを新しく同じようにつけるんでこのブラケットの位置が多分こうなんですよねこういう感じでついてるとなので同じようなブラケットの位置でこうつけるとこういうふうになるんですよねこういう感じかな なのでまあ実際吸うのはここだと思うんで吸い方にあんまり変わりがあると思えないんですよね普通にちゃんとつければなので謎は深まるばかりですけどまあ一回これつけてやってみるかなっていう感じですねこのケースをつけずに直接つけるとちょっとこの口が下がるんでその分ちょっと下にできるかな と思うんでそうやってつけようかなと思いますはい今何を言っていたかというのを少し解説しますとこの写真は旧ポンプのタンク内での様子なんですがこの水口に当たる部分がサブタンクの底から少し浮いてるんですよね。本来であればもうちょいギリギリまでサブタンクに近づけるかもしくはサブタンクにちょうど触れるぐらいまで水口を下げたいんです。 ところがもともと付いていたこのポンプはゴム製のブーツみたいなのにセットされていましたのでそのゴムの厚み分がブラケットから上げ底みたいになっていましてこの浮きが生まれてしまっていてそれが燃料が少なくなってきた時にうまく燃料を据えていない原因なんじゃないかと考えたわけですはい作戦決まりましたこのなんかパーツわかんないですけどこれクッションまだ全然 使えそうなんで、よくわかんないガソリンで溶けちゃうかもしれない素材を使うよりは、これを使おうと思うので、ただこの、上げ底になってるんで、この分ですね、ストレーナーが浮いちゃってるっていう現象があるので、もうこの、底の部分を切って胴体だけ使おうと思います。できたよ、燃料ポンプ。バッチリと思います。 ということで新品のポンプの方は下げすぎず上げすぎずでちょうど良い位置に調整して設置しまた後日ポンプの位置を映像に収めてみましたその結果としてこのような位置にポンプがはまりましたはい交換前交換後の比較画像がこちらです 全く同じ場所からの画像じゃないので正確な比較はできないんですが少し吸い口の部分がサブタンクの底に近づいたんじゃないかと思いますということでこれでガソリンを入れて走行チェックをしてみたいと思いますただしですねその走行チェックはまだ少し先になりそうですのでご了承くださいただいま絶賛エンジンを組み上げておりまして ままもななくヘッドをはめるるとところまで行けるかなと思います目標数週間以内に完成としています。ということで今日も楽しく車いじり馬鹿ができました。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。動画制作の励みになりますので高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた。